いいつもご視聴いただきありがとうございます、えっと、今回はですね、えーまあ、守備の中の、えーまあ、グループでですね、あのどのように奪うかというところで、えーまあ、その中の、えー、と前線からの、えー、プレスについて、えー、説明をしたいと思いますで。前線からのプレスのかけ方なんですけれども、まあ、基本的にあの高い位置でボールを奪えれば、 まあ素早く攻撃に転じることもできますし、えー、まあフォワードがですねあのこういうところでボールをもし取れたとしたら、えー、まあここからすぐさまです、ね、あのシュートまで行けたりとかですね、えー、まあ前線からのプレスっていうのは、えー、まあ守備の中でもまあ現代のサッカーであれば、えー、と高い位置でボールを奪って、えー、高い位置で、えー 攻撃をまた仕掛けられるっていうところを、えー、よりですねあの重要視されているのかなというふうに、えー、考えてます。で、まあ一応3つありまして、えっ、ー、とまあ、プレスをかまあ、前線からのプレスをかける場合にただ一人で行くのではなくて、えー、まあ、自分の周囲の、えー、見方をですね見て。 で、それでプレスに行くっていうことが、えー、必要になってきます。まあ、一人、えっ、ー、と、味方が全く反応もしてないのに、えー、自分一人だけで、えっ、ー、と、プレスを、まあ、一番フォワードの選手がですね、えー、プレスをかけに行って、っていうことは、まあ、あの連動していない状況なので、えー、まあ、相手もですね、あのー、もうこのような状況は3対1だとか、まあ、そういうような状況になってしまうので、えー しっかかかりあの連動がができてからプレスをかけるっていうことこ必要になってきます。なのでえと相手のまあ味方のえ声を聞いたりとか味方の位置を見たりとかでえと連動してるかどうかっていうのを確認しながらえ前線の選手はプレスをかけていくっていうことは必要になってきます。はい、でまあ味方が確認をできたらえとプレスをかけていくんですけれどもえまその時に。 パスの方向を限定していくってことが重要になってきます。というのもやはりあの、えっと、限定もせずに、えー、右左どちらにもパスを出させるような状況まあ、出られ出る状況になってくると、えー、後ろの選手もそれに、えー、連動してですね右に行けばいいのか左に行けばいいのかっていうところもわ、えー、からないんですね。そうすると限定がままあ,あの、まあ、制限するっていうことができないので。えー まあ連動がしづらいっていうとうころも出てきますなので必ず後ろの声も聞きながら、えー、フォワードの選手は右を切るのかまた左を切るのかっていうのを、えー、しっかりあの限定していくっていうことが必要になってきますでまあそれができれば右を切るっていうことができていけばもうえっ、ー、とまあこっちに パスが出るってことはなくなるので、えー、まあこのラインに限定するってことが可能になってきます。はい。なので、えー、っとですね、ま、あ限定ができたら、まあ、次ですね、えー まあこの場合だとおそらく、えー、とこの右サイドの選手に出てくるので、えー、ここに対して、まあ、2人目の選手は思い切ってプレスをしに行くっていうようなことができます。でまた連動してですね、あのー、3人目の選手とか全体的に左サイドにこう。 寄っていいくってこととこができると思いま,すまあ守備の基本としては、えー、より、あのー、人数をかけて、えー、まあ狭いスペースに追いやっていってですねそこで人数をかけてボールを取れるっていうのが一番いいことなので、えーまあ、そのような限定の押し方っていうのが必要になってくるのかなっていうふうに、えー、思ってます。 でまあ、逆に攻撃としてはまあできるだけ限定させずにあの右左どちらに行っても攻撃ができるっていうようなところを狙ってくるので、まあ、守備としてはその逆のことをやっていくっていうことが、えー、必要ですね。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね例えば、えー、まあ今限定ができて、えー、うまく あのサイドに追い込むことができたと思うんですけれども、えー、逆にあのプレスがかからない場合限定ができなかった場合については、えー、自分一人で行くのではなくて一旦、えー、と待ってですね、えー、ここで、まあ、縦パス縦のコースを、まあ、切るような形でこういうところですね、まあ、切るような形にしてですね えー、一旦ちょっと待ってでそこから改めて、えー、後ろの声を聞きながら、えー、右を切るのか左を切るのかっていうところの、えー、判断が必要になってくるのかなというふうに思ってます。はい。まああとは、えー、そうですねえっ、ー、とまあコースを限定したら限定したら次に 考えることは、えー、この2人目の選手が、パスが出たタイミングで、えー、思い切って、えー、狙いを定めてですね、もう出てくるっていうのが分かったら、ここに対して、思い切ったチャレンジっていうのをしていく、思い切った寄せっていうのをしていくっていうことが、えー、重要になってきます。はい。まあ、以上がですね、えっ、ー、と、大きく3つですね、 えまず1つ目が、えー、この、えー、最前線にいる、まあ、ファーストディフェンダーと呼ばれるまあ、フォワードの選手ですねフォワードの選手がまあ、あの背後を確認したりとか、えー、味方の声を聞きながらプレスに行くっていうところですねで2つ目が、えー、とプレスはもうパスコースを限定していく右左右 右を切るのか、また左を切るのか、まあ、声を聞きながら、えーまあ、後ろの選手がどっちで守るのかっていうのを、えー、と確認取りながら、えー、右を切ったり、左を切ったりしていくということが必要になってきます。はい、で、えー、まあ、相手選手が、まあ、限定ができて、相手選手がもう、えー、こちらの。 まあ左サイドの選手を使えない、もう右にしかパスは出せないっていうふうな状況を作り出せたら、パスを出させてえ、そこに対して2人目のアプローチする選手ですね、については思い切って、えー、と寄せていく。で、そこで、えー、とさらにボールを奪えればいいですし、えー、ここで、えー、とさらにですね、あのまあ、3人目の選手が出てきたりとか。 というところで、えー、より、えー、と守備に対し、相手の攻撃を制限していくということが、えー、大事になってくると思います。はいえー、以上が、えーま、守備の中のグループ戦術としての、えー、前線からのプレスのかけ方、プレスの方法っていうのを、えー、説明させていただきました、えー。参考としていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。